日本埼玉県上尾市、大谷本郷大谷本郷は、埼玉県上尾市の大技。市の統計などでは大谷地区で分類されている。郵便番号は362-0044。埼玉県東部で、上尾市南部の大宮台地上に位置する。地区の東端の中石平野を鴨川が流れ、おおむね埼玉市北区との境界を成している。地区の一部が、鴨川の佐賀川にあり、 橋で結ばれているが、飛び地のようになっている。この辺りから、大地けを形成し、低地との境が明瞭となる。浅間川の支流である、中新井都市下水路の、竜頭が地内にある。また、無名の消火線が地内より鴨川に向かって、南東方向に流れて、交流点付近で野党を形成している。東側で、埼玉市北区別所町、南側で、中新井と隣接する。 西側で筒見崎や地頭方、北側で一丁目や向山と隣接する。南東側では、埼玉市北区奈良町、北東側では、西宮下ともわずかに隣接する。地区の北西側に大和、大技、大や本郷の小さな飛び地が2カ所存在する。また、地区の北境はやや錯綜し、その付近の地内に、大技、高山の、ごく、小さな飛び地も存在する。 地区の北境を川越上線、中央を大谷本郷埼玉線が通る。地区は農地と住宅地が混在し、鴨川の流路沿いや地区の南東端を除くほぼ全域が市街各域で、主に第一種住居地域に指定されているが、区画整理は行われておらず、住宅地が増加する中農地もまだまだ多い。西部は UD トラックスの工場や、その関連工場がある。 南東部のまとまった市街化調整区域には集落跡の大谷本郷前丸一遺跡があり土器片が発掘されている住宅地の地下は2018年の工事地下によれば大技、大谷本号技後高知755の13の地点で85,500円平方メートルとなっている元は江戸期より存在した武蔵国に足立郡大谷寮に 属する大谷本郷村で、中世の頃は南北長期時代より見出せる武蔵国に大谷郷に属していた。川村、高山村、今泉村、一丁目村、本郷村は古くは一村であった。昭法年間の頃は本郷村と称されていたという。大谷本郷村と呼ばれるようになったのは元禄期の頃からという。向山、川、米ざ宮下村に飛び地があった。 村高は、昭法年間の、武蔵国伝園坊では319国余り、玄禄合町及び、天保合町によると356国余りであった。スケ号は、中仙道上げ尾に出役していた。活性期の個数は40件余りで、村の規模は、東西3町、南北1町余りであった。地名は古くは、大谷号に属し、 大谷号の中心地に由来するものと言われている。大谷とは、大谷号に存在した河川の侵食によって、形成された大きな侵食国のことである。1875年の農業産物港は、武蔵国軍村市によると、米100.47国、大麦210.8国、小麦39.6国、大豆32.2国、蕎麦12.7国、 関所7200巻であった。新編武蔵風土機構には中久保の記載があるが、現在の場所を特定できない。原点、埼玉県の気象被害2019年1月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は、 高崎線は上尾駅であるが、大和、大谷本郷座後、高知755の13の地点よりおよそ 2.5km 離れている。地内に都市計画道路、中新井小泉線の延伸や西環状線の新設が計画されている。上尾駅、西口駅前より、西上尾第1、第二団地方面や川越駅方面への路線バスが多数運行されている。 過去には、上尾駅東口より線路沿いを南下し、川越街道9道を通り、向山バス停留所を経由して、現在の県道165号を通り、大宮駅に至る東部バスの路線バスが運行され、地内に大谷本号バス停留所などが設置されていた時期もあった。ありがとうございます。